夏も20世紀の夏休み、今日はついにサーカスが始まる日です。8月14日始めていきましょう。おはようございます。眠た。おはようみんな。今日も一日楽しく過ごそうぜみんな。夏休みももうあと半分ぐらいしかない。つらい。今日のご飯は中に肉じゃがかな。これ卵焼きと。今夜は祭りの前夜祭。うっす。時間を空けててくださいね。はいはいはい、はい、サーカスと花火大会をお忘れなく。夜なんだ。じゃあご飯を食べましょう、はい、今日何。今朝はみんな大好き、うん、肉じゃが&卵焼き。大好物です。いただきます。よし。卵焼きは俺、甘い卵焼きは好きじゃないんだよな。全甘い卵焼き党の方ごめんなさい。俺と喧嘩しよう。ということで始めていきましょうか。夏ホーム。さて今日はついに夏祭りの日ですよね。ででで前夜祭だって。今日は祭りの前夜祭。サーカスも花火もあるなんてサービスしすぎだと思う。サービスしすぎだ。やりすぎだよ。軽くでいいよ、軽くで。はい、ということでやるか。今日は何をするのかなということで、一日見ていくか。あ、そうや。違う。その前に、ラジオ体操せんなか、ラジオ体操。今日はまずラジオ体操から。おはようございます、ザザス。なんかある?蜂蜜塗らん。あ、なんかすごい、ちょうちんもある。はい。というわけでラジオ体操やっていきましょう。なんかもう、祭りの雰囲気、ちょいちょい出てる。はい、というわけでお疲れ様でした。さあ、毎日出席してます。偉すぎ。はーい、押したよ。ありがとう、とことこくん。今日夜頑張ってね。よ、元気。いつも渋谷で前は撮ると腹減るんだよな。でも会話一緒か、この辺は。いや、みんなバイバイ。もう帰れみんな。ラッキーさんだけ話そう。早く帳簿つけないと。忙しそうだね、相変わらず。ラブちゃんも可愛いから話そう。ラジオ体操はダイエットにいいですよ。前も言ってたね。頑張ろうね、ラジオダイエット。よし。じゃあちょっとね、まず、豚ちゃんを、育成から始めようか。豚ちゃん、ポコ、グリあげよう。さあ、グリあげた。来た?完璧大きくなったぜっていうことで。やったぜ。祭りの資金ゲットした、これで。祭りの時間だ!豚さん育ったね。さあ、1万円もらった。なんか、まあ、1万円で感動してたけど、もう1万円じゃもう感動しないよ、俺は。もっと欲しい。もっと欲しいなぁ。いや、野生の豚を1頭入れたぜ。だ、野生の豚4頭入れようとしたけど、まだいらない。俺4万円持ってるってことだよ、まだ。やばいって。さ、名前は、ロースヒレバラ。俺ヒレ好き。ヒレ肉がいい。とりあえず、あげよう。みんな、お肉どこが好きですか?うまい。肉はうまいぞ。よし、さ、ヒレもオッケー。肉の名前つけるのちょっとなんか、かわいそうやけど。よし、じゃあちょっとね、いろいろ見ていきましょうか、今日も。祭りだからって言って、でも特にさ、なんか特別なことはなさそうなんだよな、特にこのゲーム。よいしょ、前日だからといって。だからいつも通り探索とかしていけばいいのかな、まずは。ひどい!ひどい!私がここに来るまでの経営状態ひどすぎます!お金出てくばかりで対策全く考えてなーい!ラッキーさんがここに来るの遅かったからじゃないの?え?ラッキーさんのせいです。直気ないだろ。ラブちゃんいた!今日占いして!ラブちゃん。またまたこの前の話の続きだけど、太陽輝かせて地球を温めているのもラブちゃんなの?そうよ!だったら少し苦情言っていい?夏暑すぎるのだけやめてほしいな!ひどいよー!その苦情は却下します!ひどいよラブちゃんすごいぜ。夏暑いし、台風も来るし、もう勘弁してくれよ。さあ、占いです。行きましょう。さあ、今日占ってもらいましょうか。でんと。さあ、ケプラン。おもちゃ屋のファニーで、天使の周りに澄んだオーラが出てる。ほう。その天使が選んだ商品なんだからいいもののはずよ。イメージは、あれ?小さな私?はい、小さな私?なに?ラブちゃん?小さなラブちゃん?どういうこと?ほう。それは生命の輪廻。輪廻。灯台の昼。灯台山か。ほう、灯台があるあたりだけど、そういえば聞いた話によると不思議な神様が誰かと遊びたがってる。場所は海沿い。灯台の下、崖の間。はい、これあれだよね。座敷わらしの情報だよね。めっちゃいい情報来た。
アメカード、それは水や空気の循環。はいはいはい。サーカステントの夜、あ、今日か、寂しさも吹き飛ぶみんなのおもちゃ箱、ついに今日から公演が始まるわ。緊張してきた、成功させるからサトル見ててねって、楽しみだね夜のサーカス。はい、次、最後、人間、鳥居塔の昼、鳥居がある島のことかしら、住んでる人は鳥居さん、ここなんかある、珍しい虫がいるみたい、セミ昔捕まえたけど俺、はい、好きなカードを選んでちょうだい、ね、鳥居塔の昼、昔あそこでなんかね、何ゼミだったっけ、鳥居塔のセミは捕まえたんだけど、それのことかなと思うんだけどな、別にいるのかな、でも確かに14日か17日ぐらいか以降なんか虫がめっちゃ出るようだったんだけど、それ以降行ってないから、もしかしたらなんかあるかもしれないね。よし、とりあえずサーカスのとこ来たよ。ボーでした。今日から本番、おドキドキする、頑張ってボー、うん、サーカス大はどんな性格が向いてるボー、我慢強い人、うん、正解、大変なことも多いから我慢強さが必要だボー、大変だなサーカス団員って、いつも大変だぜ、全部正解のクイズだよこれ、優しすぎる、優しい人、うん、優しくないとみんなと一緒にできないボー、ね、ちゃんと協調性を持つことが大事だボーってやつね、わかるわ、ね、永瀬さん優しいもんな、勇気がある人、うん、正解、すごいボー、勇気がないとできないボー、やった全部正解、みんなも正解できるかな。アホが、よし、じゃあちょっとまたいろいろ喋っていこうか、おもちゃ屋ファンに行こうかな、まずは上りがすごい、幻サーカス団、港町ショッピングモール、渋谷商店、五丁目カフェ、スマートボール、これなんだろう、今君ワープした、うん、今日はバイト、バリバリ働いて稼ぐわよ、あ、お金何に使うか決めてない、え、おごってなんかご飯、ご飯食べに行こうよ、うん、それかおもちゃ買おう一緒に、さて今日は八百屋さんに何買おうかしら、人参、ね、人参買って、人参を買って帰ろうかな、いいね、ごめんね、イワナとか全然ないの、カレーライス作ろう、やった、これで八百屋で買うものが決まったぞ、カレー好き、車の音する、車の音は向こうは電車か今の、うん、車だったら道路の真ん中で塞ごうと思ったんだけどな。ファニーさん、え、ラブちゃん人形売ってんの、マジどういうこと、いきなりクイズ、何クイズ、はい、1980年家庭用ゲーム機が大ヒット、まだゲーム専門店がなかった時代、カセットはどこの店で売ってた、おもちゃ屋じゃないのねえ、大いやだよな、おもちゃ屋で、どのおもちゃ屋もゲーム売り場がどんどん大きくなってたんだよ、おじさんもそんなに大きくなっちゃったの、なるほど、いや、おじさんが大きくなったのはカツ丼食べすぎてね、プラモデルブームの時かな、そんなブームがあったんだ一時期、ゲームセンター、不正解、ゲームセンターじゃなくて正解したのにな、ゲームセンターのゲームが家庭用に移植されることは、ゲーセンのゲームね、今でもよくあるけど、はい、ゲームセンターでは売ってなかったよ、ゲームセンター昔不良のたまり場だったわね、残念、レコード屋さんで売ってないの、家庭用ゲーム機と同じカセットという名前のカセットテープならレコード屋で売ってたよ、カセットテープとかもうないだろう、余地ない、ある、買います、ラブちゃん人形、ラブちゃんの人形だ、すごい、幻サーカス団公式グッズ、みんなのアイドルラブちゃんはいつでも9頭だよ、買いまーす、え、すごい、ラブちゃん売ってんだ、ラブちゃんすげえ、ワイドワリ、え、小さな冒険、ぬいぐるみを集めよう、何ぬいぐるみって、ラブちゃんそんな格好してんの、ラブちゃんってサーカスの時、本物以上の可愛さ、失礼だろ。ミッスラブちゃんのぬいぐるみだーっていう、ぬいぐるみ、いっぱいあるシリーズ、どこで買えるんだろうぬいぐるみって、さて、じゃあちょっとね、東大のね、何言ってたやつ見に行こうかなと思う、で、あと東大の、近くにある鳥居塔のやつも一緒に見ていこうかなと思います、おーっす、森さーん、あれ森さんがチョになった、違うでしょ、こんにちは、あ、こんにちは、時々こうやって灯台の周りを散歩してるんだ、あ、そうなんだ、初めて見た、散歩してんの、とても心地いいだろう、暑いでよ、でも、いつも同じ時間にぐるぐる歩き回ってるから、あ、いつもなんだ、鳥たちも私が来るのを待ってるんだ、ほんとかよ、鳥さんと仲良しだな、餌あげてる、そうだね、うん、追いかけたり捕まえたりしないからいつまでも仲良しさ、いいことやな、ところで、ところで、
もし僕が外側の壁を壊れた、これいつものやつだ。レベルね、できるだろ、やったらいけるよからね、やめなさいよっていうやつ。あとね、昨日の夜試したけどね、ステッカーね、35は、30、いや、後半はいるかな、やったと思うよ。さて、今回の占いノートのやつ、もう一回見てみようか。これだね、東大方面。東大の下の崖の間があるよって言ったよね。ちょっと見てみるか。こっちの方、夜は探索できないんだよね。どういうこと？なんかあるのかな？崖の間、東大の下の崖の間。なんかあそこ今光ってたけど。座敷わらしがいるんでしょうか？こういうとことか。どう？いない。だいたい切り株の上とかにいたりするんだけどね、よく。なんかあそこに犬小屋みたいのある。よいしょ。てかこんなとこ通れたんだ。よいしょ。なんか言ってる。くるくる回るのが欲しいなーって聞こえた。待って。どこ？どこ？ここ。この上だよね、多分。よいしょ。登れるかな、これ。ここ、おーおーおー。よし、登れた。これか。風車。くるくる回るやつ。あげるよ。でや。えへへーって言われたね。イェイ。ありがとう。イェイイェイ。喜んでくれ。あ、風車持ってる。かわゆーっす。いいね。こういうやつだった。やっぱラブちゃんの占い、こう、めっちゃいい。今、ラブちゃん人形をゲットして、そして次が、ねえ、今の風車よ。よし、じゃあ次、行ってみるか。こっち。東大東映。いいかな、これは。じゃこれは多分なかったことにして。いいや、行きましょう、次のとこ。さて、博物館までやってきました。おーっす。館長。虫捕まえたよ、俺。今日は定期掃除が終わっていい感じなんだよ。ほう。二人で掃除してんだね。いいことだ。俺の部屋も掃除してくれ。それはダメでしょ。磨きすぎやろ。いや、気にしてよ。大事にしてよ。何不思議なものって。これ、ああ、いつものやつか。謎の物体もなんか最近出ないからな、なんか。伝説の一品出た、ひどいキャラクター。ありがとう。とりあえず、ね、新しいもの出たらラッキーかなと。お、オオカミ出た！ラッキー、オオカミ出た！新しいものが出たらいいなと。どうすか？ねえ、僕。いや、あるじゃん、まだ。まだあるじゃん、俺。ひどいキャラクター。化石出ろ、化石出ろ、化石出ろ。おー、何万像！あったあった、よかったよかった。僕は見つ何万像終わった？まだ終わんない。あ、虫も見つけたよ。うん。よかったよかった。これ、前回見つけたやつかな？これはよし。何ですか、これ。あのキベリタテハに違いありません。キベリタテハ！やったぜ。よし。当館で展示させてください。全部持っていってくれ。僕は捕まえた虫を展示してもらうことにした。はい。ありがとう。金一封もらった。2000円ありがとう。ステッカーももらえくれ、早く。お金22万持ってるな。よし。さあ、珍しい牛を9種類集めた。あとステッカー1個ぐらい欲しい。あと1個あれば多分、山登れるぞ、あそこ。いや、大丈夫っす。ありがとうございます。ドーンと。何万ぞ、あと1。狼、あと1。待って、あと1が多すぎるだろう、これ、ほんと。ねえ、ここ。天狗の秘宝もあと1でしょ。天狗の標多分天狗山のてっぺんのやつだと思うんだよね。なんか刀みたいなやつ。ねえ。で、魚はまだ無理でしょ。クジラもあと1で、昆虫もあとちょっと7種類だ。で、狼があと1。何万像もあと1だ。座敷わらしはあと4人。いや、でも、天狗山で1いるから。もう結構集めてんだね、俺座敷わらし。すげえ。うわ、なんか惜しいね。あとちょっとで埋まるってやつがね、めっちゃある、ほんと。苦しい。なんか見つけてさっさと天狗山登りてえけど。いや、登るか天狗山。登れるか今俺。1増えたら登れると思うみんな。いや、無理だと思う。
もうちょっとパワーいるな、さすがに。なあ。だって、ハチヤさんがなんか、なんか誰かんちの前に、うわ、ハチの、ハチにたかられている。大丈夫？あ、少年。うん、めっちゃハチおる、これ。うん。あ、そうなんだ。巣はどこにあるの？ないんだ。なかなか見つからないけど多いけど、必ずこの辺りだよって。よし、木蹴っといたら俺が。いや、蜂の巣降ってこねえか？蜂の巣とかあんのかな？まあなんか頑張って、蜂屋さん。うん。あ、すごい。改めて見ても街がすげえ祭りムードだね、ほんと。ね、ここ、太鼓叩く公園がすごいことになってる。今日の予定は？今日も予定全部済んでるから、うちは朝が早いから正和くんを駅まで送って、うん。今日はなんで子供の名前の話しないの？あれ？もう子供の話もういいかなって、うん。なんか忘れちゃったじゃない。子供のことごめんね。ほら、ここ見て。ねえ、納涼盆踊り大会。ここで盆踊りするんだ。ちょっと楽しみ。あれ、マスターさっきいなかったのになんかいるじゃん。マスター。うっす。おじさん、おじさんがいる。町民楽団は何人いるんだっけ？あれ何でしたっけ？サトル君は一体何だと思いますか？わかんない。10人ぐらい。じゃあ6人。うん、大正解あたりだ。うん、バイオリンとアコーディオン。コントラバスにアコースティックギター。そしてフルートもいますね。あとは多種多様なパーカッション。なんかカタカタばっかで頭クラクラしてきたよ。大丈夫でしょうか？うん、ところで正解は一体何だったっけ？うん、何でしたっけ？ 6 人だよ。頭がクラクラするような人数だったと思います。4人。外れです。4.5 人。5人です。なかなか惜しいですね。5で惜しいか。500人。100倍するのは禁止です。5000人。町の人口を超えてきましたね。そんなに少ないんだ、町の人たちって。何倍でしたっけ？なんだこいつら。1.2 倍にしろ。な。新しい商品も入荷してたから熱いね、ほんと。ラブちゃん人形。あ、安1800円じゃん。買取金額の半分や。結構安いんだね、ほんと。もうお金はね、ぶっちゃけ死ぬほどあるからいらんな。新商品ないね。うーっす、あざした。なんかさ、俺びっくりしたのは、今日さ、なんか前夜祭みたいなこと言ったじゃん。だけど昼なんもないんだね、イベント。いやー、こんにちは。うーす、こんにちはです。何の仕事してる？改札業務以外は確かに。何してんの、改札以外。目標などいろんな質問に答えたり、たまに助かる、本当。ポスターを貼ったり剥がしたり。あ、掃除もしてんだね、えらい。子供には難しい話しすぎたかな。うん、一番大変な仕事何？うん。一番大変なのは冬、雪が降った時の除雪かな。除雪か。除雪しないの？夏ないだろ雪。うん。降ったらかき氷にして食べちゃう。おお、いい答えするな。お前おもろいな。はい、さよ。かき氷俺も好きよ。俺メロンが好き。メロン買ってきて。違うか。どうもどうも。ギャオー、いつもどこどこだ主人。うっす、いつものになってきた。慣れてきたみんな。君さ、ここに入ってくる理由がないならね。あ、あるよ。おじさんが言ってたスパイって何のこと？うわー、まずい言葉ラジオだな。おー、主人どうしたか。なんでもないですよ、校長長。君、そんなバカバカしい話付き合ってないんだ。帰って帰って。え、こいつ実はスパイじゃないの？ここの工場の。ねえ、スパイでしょ？スパイ。ねえ、誰も気づいてよ、俺に。え？気づいてくんなかった。こんにちは。怪しいやこらーって、顔すぐ怒るやん。スパイってなんだよ？スパイは秘密の情報を探る仕事の人だよ。わかった、帰って。そういうこと聞いてんじゃないよ！あいつスパイだぞ、多分。な、逮捕するか。逮捕するわ。うっせ、さて。おー、突然出てくる、相変わらず。次は。どんずまり山。うっす、はい、いらないでーす。よし。さあ、行こうか。じゃあね、まず、千春ちゃんあたりから行こうかね。まあ、今日の会話ももう、終わりかな。お、新聞書いてくれた、ちゃんと。サーカスさんも。お前も今日も来たのか。うん、お兄さん。お仕事は？今日も相変わらずネタ探しだ。街はどう？どこかでいいとこじゃないか？事件もスクープもないとこがたまに傷。なさい？え、そいつはプライベートだ。お前こそ秘密だ。お兄さんが秘密なら僕も秘密だ。秘密もばっかして新聞記者なりたいか？え？なあ、難しい見てよ。残念、まだダメだ。まだダメなんだ。結構集まってきたんだけどな。
害係のボランティア、桃山千春です。千春ちゃん、サーカス団のサトルです。こんにちはです。自己紹介しなくてもお姉ちゃんのこと知ってるよ。もう何いつも会ってんじゃん、2週間ぐらい毎日。いつもの癖でね。サトル君は木登りが得意らしいけど、うん、ここの塔は危ないから絶対登っちゃダメだよ。もう登り切ったよ。どうしても登り切ったんだけどな、もうとっくに。楽しかったよ。芸術はどこだ。怖い怖い怖い、こいつ少し違うな。何が違うんですか。どうしたの。何があったの、探し物。探し物かな。何してんの。芸術を探している。芸術を探している。もう怖い怖い、この人やばい。逃げよう。バイバイ。絵や彫刻が芸術だと思うだろう。捕まった捕まった。長い長い長い。優れた芸術だ。だが美術館に飾られてるものだけが芸術なのか。わからん。そんなこと考えて何の意味があるの。本当だよ。芸術とは人間の内実の表出だ。何言ってるかわかる。子供、僕10歳。人間の心もまた芸術なのだ。小学4年生。うん。許し、許して、俺も許してほしい。綺麗な景色だけど俺の芸術心は動かない。やばい。だから芸術じゃないんだ。わかるか。許して。ごめんなさい。お前もいい芸術を探せよ。今までで一番話通じない人だ今。怖すぎるだろ。ガチバケモンじゃねえかあいつ。ちょっと上流に来た。イワナは上流に釣れるって言ってたから、せっかくだから今日ちょっと50センチイワナ狙ってみたいな俺。ね。うい。でかいやつでしょ、でかいやつ。任しとけって俺に。うい。これは？イワナ37センチ！自己ベキ来たぞ。これ、待って、マジ大変かもしれん、これ、ほんとに。シックハックしていこうぜ。イワナ、33センチ。イワナ、ここ釣れる？みんな。ここ、蜂捕まえた、花畑の前。みんな、ここよ、やっぱ。結論。あいつ違うか。この魚影結構でかかったぞ。これワンチャンあるか？ワンチャンあるか？ワンチャンあるか？でかくね？イワナ、40センチちょっと待って、これ、ちょっと待って、ちゃんと確認したい。これ50センチだっけ？イワナって。ねえ、イワナ。どこだ、イワナ。50センチ。50センチってマジ無理ですわ。お、お、これでかそう。でかそう。カモン！超えたか？45センチねえ、京子はさ、5センチぐらい勘弁してくれへんか？ 5 センチ相当なサイズやね。でもね、ちょっと今俺目つけてたね。魚影の中でもナンバーワンの魚影です、こいつ。来たぜ。ナンバーワン魚影。おい！来るぞ！来るぞ！釣るぞ！見とこ、ここで。はい！ドン！でかくない？ 45 センチえ、ちょ、待って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 、バケモン級にでかいやつ、なんかいるけど。なんかバケモン級にでかい魚いるけど大丈夫？これ、魚影が。やばくない？このサイズ。こっち向いてもらってもいいですか？アホでかいっすけど大丈夫ですかそれ。これ、いや、これ、いや、これ確定、竿折れる！竿折れる、これ。出たでしょ？でかっ！はぁ、あ、あ、釣れました、皆様。ちょっと、ちょっと待って。イワナくんがね、69センチって何？今まで俺さ、ね、20センチとかしか釣れなくてさ、今日40センチ釣ったら嬉しい！ 45 センチだよーし、欲しいって言ったのに。急にね。うん。56センチ。なんかおかしだった？うん。バグりました、皆様。はい。釣れました。やったぜ。だ、これで、今日忘れずに、今日じゃなくてもいいのか。別に、これは、今日中じゃないから。小さな冒険の一つ。魚の料理してもらおう。イワナ。できました。最高です。石ガレイはどこで釣れるか、なんかコメントであった気するので、ちょっとそれまた見ながら、今度釣りに行きましょう。はい。ということで、よかった。
よかった。岩田終わった。絶対俺これめんどくせえと思ったんだよ、ほんと。それがようやく終わりました。今時間、いい時間だったでしょ。あ、もう昼食いちゃってるわ。よし。というわけで、今日はここまでにしましょうか。はい。じゃあ明日、絶対夕方に京子おばさんとこ行って、料理作ってもらうことを忘れないようにだけ絶対やりましょう。さあ、料理楽しみだね、岩田の料理。何作ってもらえるのか、お楽しみに。はい。それでは、チャンネル登録したい方、チャンネル登録、そして高評価よろしく。うわ、嬉しい。また次の動画でお会いしましょう。アツパイヨン。